後でご説明いたしますが、ここに工事中のトンネルがあることを記憶しておいてください。これから、元国道474号三遠南新自動車道、現一般道の国道152号の草木トンネルを通ります。草木トンネルは、もともと青崩れ峠で分断されている国道152号の整備のために計画されました。このトンネルは、S 字の形で、中央構造線を最短距離で横断しています。中央構造線とは、世界最大長の断層で、日本列島がユーラシア大陸から分かれる前から存在しています。一般道のトンネルとして工事が始まった後、三遠南新自動車道がこのトンネルを使うこととなり、トンネルを高規格道路に変更。崩れやすい地質と大量出水による難工事の末、中央構造線を貫く高規格道路のトンネルが1994年に完成し、国道474号三遠南新自動車道の一部として先行供用されました。ところが、その後の調査の結果、この先の道路の建設は無理と判断され、三遠南新自動車道はルート変更。草木トンネルに入る前に、左に見えた工事中の仮称、青崩れ峠トンネルが、三遠南新自動車道の新ルートとなります。右の広いスペースは、三遠南新自動車道の本線になるはずだった部分で、未来永劫にわたり使われることはないでしょう。そして、こちらの草木トンネルは、国道474号三遠南新自動車道から、一般道の国道152号に降格されました。現在でも、あまり車の通らないこのルートですが、仮称、青崩れ峠トンネルが供用開始されましたら、さらに交通量が激減すると考えられます。当初は、この先もトンネルにする考えでしたから、この道路は以前のままです。草木トンネルと、それに接続する道路は、180億円を費やした無用の長物になること間違いなしです。しかし、見方を変えれば、今までの出費を思い切ってドブに捨て、180億円で食い止めたことも事実です。